はい、森さん、また今回もよろしくお願いします。はいはい、お願いします。今日はですね、最初にあの森さんの、まあ、芸術に携わる前のちょっと幼年期から、あの携わってからの青年期に至るまで、ちょっと簡単にまず最初にあのお聞かせ願えたらと思います。よろしくお願いします。まあ、小さい時っていうかね、物を作る、まあ、親父の仕事を見てるというか、だから子供でいる時からも物を作り、まあ、一緒になって育ったみたいな感じでね、はい、それで、まあ、それがまあ最初は絵で、まあ、子供ながらに、まあ、彫刻みたいなものね、彫り彫りもっちもの始めて、それが大体小さい時だ。それからまあそうだね、あの小学校とかそういう時に、学校の時に大体あれなんですかね、絵のコンクールっていうのがありましたよね、学校で。その、はいはい、まあ、昔は静岡県かな、はいはい、浜松っていうのも、まだうちの方は中野町、村の中野町っていう時の世界だから、はい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 、それから、まあ、それね、中野町になったんだけど、まあ、その時の時に、まあ、児童教員会で大体、ずっとトップっていうか、その感じでずっといて、で、あのよく、まあ、賞状をもらうと、あの、まあ、昔の朝礼ですかね、はいはい、あの運動場のところで会礼台があって、それで校長が行って、で、賞をくれる時には、全部の学校の総代でいつも多くもらってたわけで、それがずっと続けたんだけどね。それから私中学の時は、まあ、あの普通だって結構クラブ活動っていうのがあって、美術とかないの、まあ、運動部でテニスとかだったけど、僕の場合美術になってね、僕だけ2つその脳所属みたいになっちゃって、教育委員長みたいなのが来て、で特別になってこうやられたりしてずっといて、そんな感じで行って、それからまあ、あのものづくりしてる、やっぱり楽器の人が来たりして、やっぱり初夏から、まあ、本当にあの一般に言う有名人みたいな人が来たりして、その影響 でそこらで褒められたりするのが、まあその時は嬉しかったのかな、そのぐらいの時に。前回のね、動画でもお話しされてましたけどね。そうそう、大体ね、物を僕言わないタイプで、真面目型で、本当にもう優等生型の世界だって、うん、人間的に、あの勉強はダメですよ、だけども、それで、なって、だからいろんな人が僕を興味持ったのかな。あ、それが途中で、まあだんだん親父が、まあ、体が悪くなって、その時はもう50かいくつかの時にちょうど悪くなって、後から、まあ、まあ大変で貧乏でしたから、はいはいはい、だから逆にあの僕が頑張って、兄弟6人だから僕が背負った感じだかな。あ、だから大変だったでしょ。大体休みも、正月の半日しか休まらなかった。で1年間で、あとは全部働き通したっていうか、親父は急に亡くなっちゃうし、あのちなみにお父さんは島次郎さんでしたよね。島太郎、あ、島太郎さん、ごめんなさい、島太郎さん、島太郎さんは、え、森さんがおいくつの時に、あのね、61で亡くなったけど、僕は21で全部兄弟を背負っちゃって、下の、あの、今妹が小学校4年生だから、親父がずぶってやったですね。だから、昔は貧乏だって言ってもね、あの、結局終戦直後だったから、材料が来なかったんだけど、配給制だから、あの、とか、あの、先週は、あの、軍隊が優先だったから、だから、材料が来なくて。でまあ、その時に、まあ、よく記念碑というか、まあ、戦没者の記念碑立てられると、まあ、有名人が書を書いたり、来た時いろんな人がそのためにも来たので、その影響力もあるね。あ、なるほど。だから、あの相当有名な方があの記念碑の書を書くというのは大体そうですからね。あ、それでの関係か、いろんな関係があって、ただ、ものはずっと作るのは、まあ好きっていうよりね、好きっていうより、なんか僕の場合、
次のものを作ることだけでが主なのかな。あ、だから別にあの、で、あの展覧会でいても何時かにあのそういう賞とかってもらってたけど、あの入選だからっていうのはもう全然別な感じで、こんなことあるかなと思ったって、うん、あの普通のことが普通じゃない感じになったからね、うん、で親父厳しかったからね、うん、あの自分の親父をあの、まあ、お父さんなんちは殺されるぐらいの世界で厳しいとこだったから、だから育ってもし正座してると一日でもちょっと一切も見せて通れたんですよ僕は。だからよく大塩さんが来た時、大塩さんの方が参っちゃうな感じで、あ、だからあのアングラかけることが27、28でヨーヨーかけるっていうか、あと正座、今でも正座の方が楽で正座しちゃうですね。じゃああのまあ私の知るところだと、いわゆるその内弟子とかってあるじゃないですか。あのいや内弟子っていうのはあの、うん、楽だっていうか、あの甘いと、あの親でよそ行ったら楽だ、うんうん、うちでもっと厳しくするっていう感じだったから、親っていうことを見せなかったんでね。あ、よくあの相撲部屋でもね、あの自分とそうそうそう、そう親方っていうことだね、うん、あ、なるほど。だからあの2軒ぐらい隣の人がうちの子ってわからないですから。あ、なるほど。だからよく昔にあのオリンピックで大松監督って言ってね、バレーボールなんて監督って厳しいって言うんですよ。あれ僕から見たらおもちゃみたいな感じだね。はあ、だからすごいですって言ったね。そんなやっぱりこうお父様のところだったからこそ、うん、そう、それで親父はその仕事を離れると別にて優しくなるんだけど、はい、絶対、うん、だからあのその時も名人とかあの天才っていうのは、うん、人の100倍200倍やらないと物にはならないって言われて、はいはい、まあそういう頭にそれがあって物を追求っていうか単純かね、うん、初めは追求っていうか追ってる方だったんだけど、そうじゃなくてその真理をするためだから探求、うん、深くということで。で、まあ、友達もいて、森さん探求もいいけど追求者って地球の裏へ出るだけだぞって言われて、あそんなもんで探求もいいも悪いもだかって言われたんだけどね、うん、ただ自分の真理を、まあ、この19年やってから決めたんですけど、探求だけを求めてで、まあ、一切今まで曲げたことはないですね。うん、森さんが今思うその今、まあ、芸術の世界、まあ、僕も携わってるんですけども、芸術世界で今こう思うことだですとか、まあ、今後こんな風になっていければなって、あんまり人のことはあんまり関係なくて、自分のことが、自分の存在を知ることだね、うん、そうですね。だから自分って何者だって自分探してやってるもんですから、うん、はい、あんまり関係なくても、ただ今の、なんていうかね、まあ、インスタレーションというかね、空間美術っていうのを見ると、うん、いろんなの、なんかゴミを作るみたいな感じを受けてね、うん、その時はいいけど、その、実際に言えば時間の酔っ払いですから、うん、よく見えるけど、実際じゃあと終わった時なんかゴミみたいな感じになっちゃって、うん、で、空間だったらビルとかなんかのもっとすごい大きさのものがあったり、山とかもっとすごいから、うん、その大きさじゃなくて、そういうパフォーマンスじゃなくて、自分って何者だっていうことの方がすごい感じをしているんだけどね。それだから、あんまり人のことをよく言うんだろう。それで、展覧会行っても、まあ、人はともかく自分の目では凄さを感じないだね、だからただ世界的に自分で、まあ、尊敬値がすごいなと思ってるのはやっぱりミケランジェロの作品の最後に晩年の、だね、未完成のやつが、うんうん、あれがすごいって感じのだと、ブラックシーとかものにも単純なやつだけどあれがいいとかね、うんうん、でも北斎なんかの北斎は漫画の北斎の最後の4点ぐらい、死ぬ前の4点ぐらいがやっぱりすごいや、うん、でやっぱりデッサンなんかも北斎が一番すごいって感じで、うん、やっぱりピカソも僕は落書きが一番すごいって感じるんだけどもね、うんうん、とても
私にはできないとか言ってたけどね。いや全く僕もある意味ものすごく共感する部分っていうのがあって、うん、まあ、サグラダ・ファミリアとかもね、やっぱりこう未完で終わってるがゆえに、やっぱりこう美しさが、そう、全部いろんなものが欲で作ろうというものとか、いろんなものがなくなった時に、初めて空っぽになった時のゼロの世界っていうか、まあ、無尽蔵っていうですね、その世界へ入るって、やっぱり今でもその探求したけど、自分は作ろうとか求めるっていうのは、の表出ちゃうんだね、うん、それがなくなった時本物だと思ってたけど、うん、図柄で物を表すとか形で表すっていうのはこんな楽なこと、時間で解決するんだけど、物の真理は、なかなか自分っていう大きさと神様が作られた人間の大きさが左右されてね、うん、自分の、物の限界が感じるだね、これ以上、うん、で面白いもんで、下手のうちはうまく見えるっていうことですけど、うん、結局なぜかっていうと、下手っていうことを知らないからうまく見えるね、うん、うまければ全部下手に感じるわけですよ、うん、だからこの下手なになりたくて一生懸命努力してるんだけど、うん、下手と作ろうっていうものと自分なくすことだけが、うん、まあ、最終っていうかね、それが自分を見つけるためだと思ってるけどね、うん、じゃあもうずっともう探求人という、探求、本当に、うん、ことなんですね、探求家ってつけたりしたり、うん、それから名前でもいっぱいいろんな名前つけたり、天国人とかつけたけどね、うん、探求人だね、やっぱ人だね、うん、それのっていう感じになったかな、うん、探求家っていう、と今度なんか構えた感じして人の方がいいかなとかっていう感じで、うん、でその方が分かりやすいと思ってね、うん、探求って言ってもみんな大体誤解されちゃって、うん、やっぱりなんか、やったものは成果を得て世の中出た方がいいって、僕は出るのが嫌いで、うん、それで全部突っ込んだけど、おかしなもんで展覧会の時でも認められるのが嫌になっちゃったわけ。ああなるほど、うんうん、それが変な、まあだけど自分自体が人、まあ、自分で思うことは人よりはすごい努力っていうか、知る限り努力してたわけでね、努力っていうか数やったりして、うん、今もそうですね、その人たちがもっと営業で簡単な図柄とかね、その形で言って人の受けるところで狙ってる人たちが見て認めるっていうことは、なんだ俺そんな社会に今までいたなって感じて、だから認めるのを切って会も出ちゃったわけね、うん、だから脱会じゃなくて大会ですよね、自分の、そのやっぱりこう、うん、根本というか、うん、まあ実際そっち側からすればなんか反抗だったりだとか、うん、反抗、うん、でまた逆にそのそれを認めた人があってやっぱりスカウト来たりするんだけど、うん、もうさっき初め話したみたいなのがあったりやった時はね、うん、やっぱり出すとその会がやっぱり変なやつが出てくるとおかしくなるから、だからね、うん、だから人と関わるっていうのは水関係ではやめようとかってで、昔から言われてる、うん、宗教家と芸術家はとどまればダメだということで、うん、群れたら死んだ方がいいって言われてるわけ、ね、あ、わかります、だから群れないようにしたわけ、あ、で出ないようにと、うんうんうん、ただ自分を見つけるためだから人の影響力はどうでもいい、自分の何者だけを探ってるわけ、それが今現在続いてるわけだね、うん、でやっぱり能力がないために数やってくってやってると分からんうちにものが見えてくる、うん、で今私発見したものが時点の時でも次がまた見えるですから、とどまれない世界で、それがずっと続いて、結局作品では自由、今書とかなんかいろんなものを入れると、デッサンとか入れて、まあデッサンのようなのを入れるとすごい数になるもんですからね、11万9千いくらまでいっちゃってるんですよね、すごいですよね、だから下手っていうか、ピカソは噂で10万点中だけど、うん、僕本当にやってるんですよね、うん、私もね、先立て森さんのアトリエの方へお邪魔させていただいたんですけど、
あれからまだまだ増えてるってことですかね。あのもう3年、あ、秋の深い美術館でやった時に、一応みんなの前で、あの美術館で公演じゃ公演やってなんていうかね、トークやった時に、9万7000点って言って10万点一生行けばいいと思ったけど、それは簡単に過ぎちゃったね。ここまあ、ちょっと落ちたけども、そうだね、1日18時間か16時間か18時間ぐらい。今朝も2時から書いてます。2時から、夜中に。だから毎日ですね。だからご飯食べるときとか食事してるときとか寝るとき、寝るときって何時間も寝る。それで前からまあ2時間半とか1時間とか2時間しか寝なかっただから、だからそれが今2時間半入るとピサッと目覚めちゃうわけ。でまあ NHK でいろいろ教えた時あったんですけど、やっぱ倒れちゃったの。だからそれから迷惑かけちゃうんで、それを2時間半を1回か2回寝るようにして、ようようつながってるんですね。だからよく皆さん命がけって言うけど、僕は本当に命がかかっちゃうの。そうですね、命がけでやる人いるわけで、僕は命がかかって倒れて救急車で何回も運ばれるわけ。息できなくなっちゃうんですからね。でも頭はどんどん冴えたけど、肉体がついていかないので、でも自分ではどんどん見えてくるわけ。そんな世界に行っちゃったね。かつてのやっぱりこう僧侶の方々っていうのはやっぱりこう同じような、やっぱりう、だから自分のね、疲れじゃなくて次が見えるから言ってたけど、体力は落ちてるわけです。なんか一緒にならないですね。だからよく練習の、練習の和尚が、館長ですね、館長が言って、俺3日4日になったら心臓もうなんかこう耐えなくて、もう心臓が出始めたよって言うんで、私は10日なんともないですよ、しょっちゅうやってて、とか10日試し楽にやれるからね、みんななんだちょっと異常ぐらいな感じ、僕は感じで、それがまあほとんどやってたから、なんともない感じだったけど、やっぱりその時はね、おかしなもんで、体力があったからできたと思う。体力がなくなると考えが変わってきたの、確かね。その時その時の考えだなと感じるようになったけどね。ありがとうございました。今日もまたありがとうございます。またよろしくお願いします。